例えば自分が不安でいっぱい質問してきたら面倒くさいなと思うと思うんですよね。けども、そのプロジェクトを本当に良くしたいと思ってるっていう質問だったら嬉しいんじゃないでしょうかね。高いものであっても安いものであっても自分が好きだなとか、なんか心がキュンってなるなとかっていうものを周りに置くと、なんかすごく人生って楽しくなるんですよね。意外となんかこだわりがある自分が発見したりとかすると思います。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談、ディア健。ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。さて、オンラインサロンの交流会について、ちょっと今回のオープニングで伺っていこうと思うんですけれども、ちょっと前になるんですが、4月に都内で、健さん、オンラインサロンのメンバーの皆さんと交流会を持たれたということで、改めてどんな雰囲気、どんな会だったんでしょうか。もうサロンの人たちが、まあ、全国からね、集まってきたりとかしてるので、まあこう、オンラインでは何回も会ってたりとかするんですけど、初めて顔見たとして、ああとかっていうので、結構みんなこう盛り上がったりだとか、そんな感じでしたね。なんかそうですよね。またリアルで会うとやはり違いますもんね。そういう画面上でただのこう平面で見るっていうのと全然違いますもんね。そうなんですよ。だからそういうふうな感じのことがね、その何回もあると、こうやっぱり親しくなってきますよね。今度はね、8月頃考えてるんですけど、9月の頭かな。どうでしたか。大体その4月の時っていうのは規模でいうとどのぐらいだったんですか。そうですね、7、80人だったんじゃないかと思います。じゃあなかなかの人数ですもんうね。ん、そうですね。それこそオンラインサロンではケンさん、定期的に毎月ゲストの方をお招きして、いろいろと対談もされてると思うんですけれども、はい。最近だとどんな方と対談されたんでしょうか。コラムニストでヤフーニュースなんかによくたびたび登場している尾藤克之さんとか、あとはユダヤ人大富豪の教えを最初に編集してくださって、今は絆出版の社長の岡村敏子さん、紀子さんだったりだとか、あとはエネルギーを整えるの三上さんだったりとか、まあ、その時に旬で本が売れてる人だったり、あるいは、いろんな分野で活躍してる人とお話ししてますね。例えばそのオンラインサロンでは、毎月1回ケンさんのライブにまあ参加できたりとか、それからまあラッキーだったらその場でね、ケンさんに質問もできてっていうような感じ、それからグループワークもできたりもしているので、割と参加者もすごくこう積極的に関わることのできるオンラインサロンですよね、ケンさんのサロンって。そうですね。今、大きなサロンって大体そういうのもやめちゃってるみたいなんですけども、クレームとか多くなっちゃったみたいで。でも、うちのサロンはすごく和やかに皆さんやってるので、すごく親しく、オフ会もね、全国でやってるみたいなので、そういうところに僕も待ってみたいなと思ってるんですけど、皆さんすごく楽しんでくださってるみたいですね。ありがとうございます。ということで、ちょっとそのオンラインのサロンのね、どんな感じか、それから交流会についても伺わせていただきました。それでは、本田健の人生相談、ディア健。今日も最後までお楽しみください。健さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーでは、リスナーの方からいただいた質問に、ケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム、ケンタさん。私の悩みは、職場の上司が途中途中の状態で仕事を振ってくることです。内容の全貌がつかめないことにもやもやします。どうしても言われたくないことをやる環境なので、質問攻めみたいなことになるのはいけないと思い、深く考えることなく仕事をこなしています。上司にたくさん質問をしたら、もっといい仕事ができるようになるのかなというふうにも感じますが、質問しまくるような部下ってどうなんでしょうか、という質問なんですよね、ケンさん。はい。例えば自分が不安でいっぱい質問してきたら面倒くさいなと思うと思うんですよね。でも、例えば自分がミスしたって後で責められないようにいっぱい質問してくる部下は面倒くさい。けども、そのプロジェクトを本当に良くしたいと思ってるっていう質問だったら嬉しいんじゃないでしょうかね。そうですよね。なんか逆に上司の立場で考えたら、いろいろむしろ聞いてきてくれた方が、何が分かってないのかが
分かったりもしますもんね。そうそう、だ僕だったらいっぱい質問してしまいますけど、このプロジェクトをなんか良くしたいっていうふうに思ってるのでお願いしますっていうふうに爽やかに言えば、よし頑張れみたいになるんじゃないですかね。じゃあやれることは何でもやるよみたいに言ってくれるんじゃないでしょうか。そうですよね。そこまでちゃんとこう、うん、どういう意図を持ってっていうのまで上司に伝えたら、上司もこうそういう感じで質問に答えてくださいますもんね。うん、そう思います。はい、ありがとうございます。健太さんからの質問でした。続いて、ラジオネームゆうたさんです。僕の悩みは好きなものやこだわりがなかなか持てないことです。好きなもの、好きなことがないわけではないのですが、今あるもので済ませてしまったり、ないならないでなんとかなるかといった考え方になってしまいます。周りからお前はこだわりや譲れないものみたいなものはないのかと言われることがあります、はい、好きなものやこだわりってどうしたら見つけることができるんでしょうかなるほど。逆にこだわりすぎて困ってるっていう質問もあれば、こだわりがないっていうので困る人もいるんですね。ね、そう、これはどうでしょうかね。このこだわりでもある意味それってすごくこうフレキシビリティに富んでる、いろんなものに合わせられるっていう意味でも別にそんなに悪いことでもないのかなとかも思うんですけど。そうですね、まあ、僕だったらその街中歩いてる時とかインテリアショップ行った時に、好き嫌い好き嫌いっていう形で自分の好きかどうかっていうのを基準にこうチェックしてみるってのはありだと思いますね。ですか、訓練みたいな、自分自身が何をいいとして悪いと思ってるのかっていうのを知るきっかけってこと、うん、そうそうそう。でそれでね、あんまりにもなんていうのかな、安物とかその工業製品に慣れてしまうと、自分がこうなんかそういうちょっとデザインが凝ったものとか、そういうものをなんていうのかな、こう持ったり買ったりするのはダメなことだ、値段が高いものを買うのはダメなことだっていうふうに思ってしまうんですよね。でも考えてみたら世の中に美しいものっていっぱいあって、例えば今僕がこれを、このグラスは、手でね、拭いてるやつなんですよね。だからちょっと、これ、こんな感じなんですよ。で、これは、例えば僕のお気に入りのグラスの一つなんです。はい。これは日本の作家の人が作ったものなんですね。まあそんなに高いもんじゃないですよ。はい。これは高いもんですが、例えばこれバカラの、オールドバカラなんですよね。1900、だからもう100年、80年ぐらい前かな。に作られたバカラの、アンティークバカラを日常的に使ってるんですけど、だから高いものであっても安いものであっても自分が好きだなとか、なんか心がキュンってなるなとかっていうものを周りに置くと、なんかすごく人生って楽しくなるんですよね。だからそういう癖っていうか、そういうことをやり始めたら、最初は別に高いものは全然必要ないと思うんですけど、でもなんか例えばこのね、このなんかこう、このここの取っ手のところがいいなとか、もうこれ持ちやすいんですよ、はいはい、ここがいいなって。そうですね、ストッパーになりますもんね。そう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 。これなかなかない発想じゃないですか。だからこうやって、こう手にも馴染むし、そんなめちゃくちゃ高いわけです。せいぜい1000円か2000円か、そんなもんだったと思うんですけど、もう少しかな。はい。だからそういうちょっとしたもの、あったらこれはいいなって、まあ、今この辺にあるものって全部そうなんですけどね。そうやって考えてみると、意外となんかこだわりがある自分が発見したりとかすると思います。そっか、じゃあまずはその先ほどケンさんおっしゃったみたいに、自分の心の中でもこう街で例えばお店通った時とか、まあ、ちょっとそのパッと目に入ったもので好き嫌いっていうので、まずは自分の、あ、自分ってこんなのが好きかっていうのをちょっと知るっていうのも一歩ですよね。うん、そう思います。なので自分の例えば好きな映画とか好きな洋服とか、そういうなんかいろいろ見て体験してみたらいいんじゃないですかね。うん、はい、ということで、ラジオネームゆうたさんからの質問でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。楽しい質問でした。はい、以上人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方から届いた特別な一冊をご紹介していきましょう。ラジオネームアニティさん、私のおすすめの本は木下志乃さんの昼スナックママが教える45歳からのやりたくないことをやめる勇気という本です。都内にある昼スナックのママ
キャリア支援のプロである志乃ママによる40代以降のための一冊。もう若くないし、キャリアの相談を誰にすればいいのかと思っていた時に気になり購入。同じような悩みを持ったことがあることに、安心もあり、リアルなアドバイスもとても参考になりましたということでお送りいただきました。ありがとうございます。そして健さんの選ばれた一冊何でしょうか。はい、50歳から輝く女性の生き方、穴口恵子さんという方が書かれた本です。はい、穴口恵子さんも健さんはもうかなり前から親しくしていらっしゃいますよね。そうですね、もう17、8年になるんじゃないでしょうか。はい、今回この本を選ばれたきっかけは何だったんですか。この本はね、僕は50代からってこともあって、これは女性の生き方ですけど男性にも結構響く内容で、ああそうだよなっていうふうにね、いろいろなんかドキドキしながら読みましたね。特に女性はすごくこれは参考になるんじゃないかなって思います。はい、すごいですね、想定が黄色なのでなんかパッてこう目に飛び込んでくる感じですよね。うん、で大好きな自分のために生きる準備 OK って書いてあるんですけど、 OK って感じですねぜひ、ね、この本も参考に皆さんされてみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。レア券アットマーク ioffice.com までお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いいたします。他人と違っていることがその人の武器になる、マイケル・ポーター。